どうも有名なキューティーのユミとキューティーです。さあ今月もやっていきましょう。8月の祝福。はい、というわけで8月、まあフェスのシーズンですかね、私たちからすると。私たちからすると、はい、というわけでね、そんな、ちょっと浮かれ気分な8月のね祝福を、ちなみに明日からフジロックです、ね、そうそうそう、そんな前日今撮ってます、うん、というわけで今月も僕の祝福を紹介していきたいと思います。まあ、というわけでシャツからやっていきます、はい。まあ、メガネはもう先月とかにやりすぎたんでそうだね。でシャツは1970年代アメリカですね。まあ多分あれですね、スリーピングシャツ、まあ、パジャマシャツだと思います。夏用の、はい。まあ、ビーチではないと思うんで、うん、ボタンの感じもパジャマっぽいなと思う。パジャマっぽいよね、うん、多分パジャマシャツだと思います。まあ配色とこの結構生地感がサテンっぽい生地感が良くて、そう、今日まあパンツは先に言っちゃうとイタリア軍のコットンポリの80年代ぐらいのショーツなんですけど、まあこれとの相性が良かったんで買ったって感じですかね。メーカーはキャンパスなんですけど、まあキャンパスじゃなくても買ったかな。意外とパジャマシャツもまあいろんなデザインある中で、いいのを探そうとするとここまで気に入るのはあまり見てなかったかなと思って。なんかこの地の色がこのピンクベージュみたいな、これが珍しいと思って、なんかね、柔らかい色でいいですよね、うん。でまあブルーと緑と入ってて、この配色すげえ好きだなって思って、うん、いいよね、もうめちゃくちゃいい。あとポケットの形、あ、そう、あとそうポケットがパジャマシャツって、まあ、わざわざここにボタンフラップのポケットつける必要ない気がするんで、うん、これついてんの珍しいなと思って買いましたね。パジャマシャツってなんか今のシーズン結構俺も好きで集めてる、うん、そう、わりかし今の気候に合うよね。暑すぎるんだよね。そう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 、なんか T シャツ1枚で出かけるってよりもなんか1枚ね、そうそうそう、しゃれてきたい時は確かにね、羽織りたくなるよね。うん、まあなんか最近買ったお気に入りの半袖シャツです、はい。でまあさっきも言ったんですけど、パンツはイタリア軍のコットンポリ80年代ぐらいの、結構膝上丈の、そうで、アウトタックのツールタック入って、うん、まあ52とかによくある血のショットですね、うんうん、けどまあ52のでいいサイズがあんまりないですし、しかもこのなんかコットンポリの結構シャリ感というか、これはこれで良くて、しかもお手頃なんで夏はもうこれでいいかなと履いてますね、うん。なんか川遊び行く時もね、なんかちょっと水ぬぐる、あ、そうそう、濡れても全然、まあ濡れてもね、うん、汚れてもいいし、ガシガシ履ける一本かなと思います。いいね。まあ夏の服装はこう考えるとなんかサラッとしてるね。ね、なんかシンプルにもない、うん。デザインとしてもなんかヘビーっていうのはこう軽めの方がね、うん、確かにいいかもしれないってのは思いますね、うん。でまあ前回もでも T シャツ紹介したかな。おう、もう僕はもっぱらユニクロ U 一択ですね。あ、今日もユニクロ U、 今日もユニクロ U ですね。いいですね、はい。まあ、これといって特に特徴のないコーディネートですねまあ全体的なバランスってのがね、やっぱコーディネートスタイリングだと思うんだけど、まあでも全然全然いいと思う。そう、このねベージュとベージュの組み合わせがやりたかったっていう、はい、僕の今年の8月のコーディネートです。まだ終わってませんよ。あ、最後に靴ですねこれが結構俺は、あ、そう、意外な、昨日買ったんですけど。あ、昨日買ったの、はい、そんな急に買ったんだよ。そう、サロモンのテックアンフィビアン5。はい、これはもう完全にフジロック。そうだね、なんかサンダルとスニーカーの間みたいな、うん。今年なんとなくあのナイキのエアリフトとか欲しくて、まあ昔入ったことあるんで、あ、まあなんかあんま面白くないなと思って、たまたまサロモン寄ったらこれあって、あ、でもフジロックにもいいし買おうと思って。なんかイギリス軍のマグナムとかちょっとあっち系なね匂いはするね。まあそうだね、なんかハイテクスニーカーサンダルみたいな。うん、感じで、まあめちゃくちゃ通気性良くて気に入ってますね。早速もう本当これデザインでパッと見て買ったって感じ。ああ、そうそうそう、もう本当はあのゴアテックスの結構ごついやつ買いに行ったつもりだったんですけど、気づいたらこんなゴアテックスと真反対のやつ買ってましたねまあなんか普通に使えるよね。そう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 、まあフジロックで雨降ったりして濡れてもまあ割とすぐ1日干しとけば乾くかなみたいな感じで、山以外でも街でも使えると思ったんで買いました、うん。今月はこれ選んだのがなんか意外だったかなと。そうだね、結構意外だね。思います。じゃあもう明日からのフジロックはこの格好で。いやいやいや違うんですね。うん、でもこれはちょっとこれいいの、もう合うと思うけどね。ちょっとこれは気に入ってるんであんまり汚したくないですね。あ、
泥汚れって意外と取れないからね。そう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 。フジロックは本当パタゴニアのバギーショーツ履いて、そうだね、これとかまあベストとか着て、そうっていう感じになりそうです。はい、はい、でお次ユーミンのターンということで、はい、まあ、8月はまあもちろんサングラス、これもまあね前回紹介した、50s の、フレンチフレームですね。はい、で、まあ、今回一番紹介したかったのがこれ、フィッシャーマンスモック。まあ、キューティーは結構前々から着てたわけじゃない。俺はあの今唯一家にあるのが赤、赤ですね。で僕は今ネイビー持ってて、これがル・グラシックっていう、これ結構よく見るメーカーだよね。フランスのマリンウェアメーカー。そう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 、これも多分結構古くからやってるメーカーで、このやっぱねシルエットが僕すごい好きで、前回そのワイン屋さんでやったイベント、代々木上原でやったイベントがあって、そこで来てくださった方々全員ね、ほぼ全員これ買ってくださってその場にいる11人ぐらいがあのこれを着るという、まあでもそれがやっぱ僕もおすすめしたいし、こうやって着てて、でこれもあのフランスのパリコレのためにね着てたんですよね。お、はい、持ってって、まああっちでも何個か買えて、であっちでめちゃめちゃ高騰してるみたいで、なかなかやっぱねあってもね高いことが多かったですね。うん、あの古着屋さんの人に聞いたら、もうこれ全然こっちで人気なんだよって言ってて、だからまあこうガチヴィンテージっていうよりも80年代ぐらいなんで、すごくこう気軽に着れる、まあ、キューティーも言うとこうラフに着れちゃう。で夏でも意外とね、僕このショーツと合わせて着てたら意外と歩ける。さすがに日中とかね、まあ、京都が38度9度あるんで、こういう時はさすがにあのこれはバッグに入れて T シャツで歩くとは思うんですけど、まあ、夜とかは涼しくなったりとかでこれ着たりとかすることが多いですね最近は。であと海外旅行でめちゃめちゃおすすめできる点として、内ポケットがね2つちゃんとついてるっていう、防犯面でもそう、これは絶対すられないじゃんっていう、まあ、あとシンプルにこのデザインが好きですね。今後これもっとね着ていきたいなって、もっと他の色もね探していきたいなって思ってます。でお次ショーツなんですけど、これは確か2年前ぐらいに買ったのかな、去年じゃなかったっけ。それこれはグルカパンツです。でもグルカといっても、見てくださいこのディティールっていうね、こんなな見たことないでしょっていう、こう俺もこんな太いさバックル見たことないなと思って、まあ、それだけじゃなくてやっぱこのねシルエットですね、こんな太いで、ちゃんと膝がちょっと隠れるぐらいっていうね、そう、これぐらいのサイズ感で、まあ、あとショーツだとね、ちょっと僕のね、バイクのマフラー焼け跡がちょっとね、見えちゃうのは恥ずかしいんですけど、まあ、ちょっとあえてタトゥーとしてね、やっていこうかな。タトゥー入れれば、これに。なるほどね、これ、はい、あのこう体こうつけてあげて、キリミちゃんみたいにしたいなっていうね。キリミちゃんって何？あの、鮭のキリミのキリミちゃん。そう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 。もう全然痛みはないんですけど、まあ、ゆっくりゆっくり治ってきてはいます。でも、このショーツ、普通に、うん、この形いいから、うん、なんかサンプリングして何か作ってほしい。そう、めっちゃそうなの。これもいいんだけど、なんかちょっとドローコードとかにするのもいいのかなっていう。まあベルトね、金具、うん、結構気に入るのがあんまりなさそうな気はするから。そうそうそう。あとね、俺金具があのお腹に当たると冷たいんだよね。あ、俺これ結構なんだろう、グルカのここだけは直してほしいところで、金具が一番デザインなのに、うん、そこ使ってほしくないみたいなね。あの横にね、こうやる式だったらいいんだけど、うん、俺イカ水なんでね、結構もう座るたびにこうご飯食うたびに緩めなきゃいけないとか、そういう問題があったりとかして、でも確か本当にキューティーに言ったり、これはねちょっとね本当に作ってみたい、うん、こんないいシルエットやつないじゃん。それはやってほしいな。そう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 、これはなんか僕の中でこうパンツの夏用のユーロヴィンテージではもうトップに気に入ってる一本です、うん。そして T シャツですね。 T シャツはこの間、それ気に入ってるね。これめっちゃ気に入ってる。カイマンコネクションっていう、これ何かは知りません。ただただこの雰囲気、ブルーのカラーがめちゃめちゃ気に入った。今ある T シャツで俺はこれトップサイズ感も完璧なのよ。これがね、ほんともうバランス感なくて自分の体とマッチしてて、着てて何のこう苦もない。これはあのこの間群馬、みんなで旅行行った時、まあ、自分の実家の方なんですけど、そっちにあるドミツネってお店で買わせてもらいました。そこの T シャツセンスがマジで良くて、10人ぐらいでみんなで行ったんですけど、7人ぐらい買ってましたね T シャツを。そうそうそう、あまりにも良すぎる。でも、まあ、この意味がちょっと何か分かんなくて調べても出てこなくて、なんか知ってる方いたら教えていただけると幸いです。でもとにかくもうよく分からんけどめっちゃ気に入ってる T シャツ、うん、もう今季買って一番嬉しかった一着ですね。でラストシューズですが、すいません今月も私たちのオリジナルですね、ブラザーブリッジさんと作らせていただいた、もういい加減これ以外のやつにしたいと思ったんですけど、やめらんない、優秀すぎ、うん、全部に合うっていう、自分で言うのもなんだけどすぎるけど、本当に素晴らしい一足ができたなっていう、そうだから作ったんですよ。そう、最高っすよこれマジで。しかも意外とこのデザインがまあないですよね、あんまり。そう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 、うん、
まあでも普通にこれはもう街歩き用としてもう今一番気に入ってて、多分9月もずっと履き続けるんじゃないのかなって思います。で来年もね、まあ、またなんか作りたいなと思ってる、うん、まあ本当にこの3年に関しては僕が2年間、うん、まあ、温めてたというか、ちゃんとそのなんか試して試してやってたやつなんで、みんなに気に入ってもらえてよかったかなと思ってます、はい、次も作りたいと思ってるんでね。そう、来年はまたなんかお互い考えてるんで、はい、はい、よろしくお願いします。何か出せれば、はい、はい、とまあユミの8月の祝福はこんな感じで、意外とユーロにもついた、全部ユーロ、まあ、T シャツはまあね、アメリカだとしても、まあ、やっぱこう夏のユーロスタイルが、夏ってやっぱさ、ヴィンテージ難しいじゃん、うん、ユーロヴィンテージってなかなかなくて、やっぱ T シャツとかってあんまりそんなないし、けどショーツ使ってこう上こういうスモックみたいなアイテムでも意外といけちゃうんで、まだまだそう楽しみ方ってたくさんあるんだなって思いましたね。というわけで今回は有名なキューティー8月の祝福でした。まあフジロックだけじゃなくサマソニもありますしね、やっぱこういうショーツをね履いてフェス行きたいなと思ってます。意外とね、普通の格好で行っても意外と汚れないし、うん、そうそうそう、まあ、洗えば綺麗になるし、うんうん、全然なんか普通に街着りの格好してても全然いるし、うん、結構心配性なんで、いろんなこと、いろんな最悪の事態をね想定しちゃうんですけど、まあ最悪の事態なんてほとんど起こんないから。そうだね、うん、まあ楽しんでいきましょう。はい、もうこの動画出てる頃にはフジロック終わってヘトヘトで、で次サマソニーを控えてると。キューティーはサマソニー行くんだっけ？俺は8月末もしかしたら海外行ってるんで。え、ああ、うん、そうだ、なんかちょっと新婚旅行をね考え、そうじゃん、考えてて。もう今月か。そう、早っ。だからもしかしたらパリにいるのかな。な、新婚旅行でね、新婚旅行で楽しんできてください、うん、ぜひ。はい、というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。